い、どうもマイカラです。はい、というわけで、はい、今回ですね、はい、まあ、9月に僕ら1000人登録者行きまして、はい、ようやく YouTube さんからお金がいただけるようになりました。ありがとうございます。ありがとうございます、ほんまに。で、結構ね、やっぱ YouTuber ってめちゃくちゃ稼げるイメージ、うん、持ってる方いっぱいいらっしゃると思うんで、いや、ほんまに。じゃあ、僕らみたいな底辺 YouTuber が実際9月収益化してですね、はいはい、どれくらいお金いただけたのかっていうのはね、今後毎月お給料発表したいと思います。YouTuber っぽいやな。9月、はい、まあね、9月結構動画、はい、やっぱ僕らいろいろね、苦労はしました。苦労したね、試行錯誤で、はい、僕らの武器の下ネタが全て広告がつかないと、うん、はい、分かっててんけど分かってたよ、それは。じゃあ一体9月いくらになったのかという部分なんですけど、ちょっと YouTube 上ね、正確なお金って言えないんですよ、うんうん、これはもう決められてるんですよ、うん、なんで、まあ、大体これぐらいですよっていうみたいなと思うんですけど、うん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 、9月、はい、大阪の最低賃金、お、ね、はい、それを、まあ、僕らメインメンバーいるでしょ、はい、一人1時間働いたみたいな感じですね。1時間ずつ1時間ずつ働いていったが合わさったよみたいなぐらいでしたと。安い。俺らどんだけやん、年収が一番違うんだって。でも初給料やから、初給料やね、ほんまに嬉しいよ。やっぱりこの給料は価値があるよ。あるある、ほんまに。10月は、うん、もうちょっとそうかなって感じ、今のところね。もうちょっといくんじゃないかなとは思ってる。もう一人増えるぐらい。もう一人増えるか。もう一人増えるか。ちょっと30分延長したか。残業したか。まあ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 、あれな。交通費ぐらいは出るな。交通費ぐらいはね。交通費ぐらい、まあ。ようやくちょっと出るようになりましたと。なるほど。はい、でまあこれね、ちょっと毎月やっぱね、お金の話ってみんな気になると思うんですよ。で、僕らもう何になってもね、うん、これちょっと発表したいなと。ああ、それはしよう。100万人とか言ってもね、うん、まあ、発表したいじゃないですか。それはしたい。だからまあちょっとね、今後毎月、はい、こういうお金の話の動画をね、毎月1本あげたいなと思いますんで。で、なんかな、今いろんな話がちょくちょく来てて、うんうん、そのお金の有効活用できそうな、そうやね、企画とかもいっぱいありそう。そうそうそう、ちょっとそういうのも楽しみに、ね、まあ、な、収益な、うん、せっかく上がったやったら、この収益を使ってなんかもっと、うん、面白いことしたいから、したいと思ってるんで、まあ、ぜひね、いっぱい広告を見ていただけたらと思いますんで、はい、これからも応援よろしくお願いします。というわけで、また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくねー。